小学校6年生の時に。石蹴り流行ったよね、石蹴り。石蹴り。田舎だから、だからさ、田舎だからっていう理由を 言い訳をしちゃいけないんだけど、なんか、娯楽がなくてさ、娯楽が、石蹴ってたんだよ、ずーっと。サッカーボールもなくて、靴飛ばしとかさ、なんもなかったんだよ。石蹴りやってたよね。石蹴り。ダンゴムシ飼ったりさ。なんか、あとさ、俺さ、よくさ、花食べてたんだけど、なんか甘い花ない、赤い花でさ、あれ何の花なんだろう。今食ったら全然うまくねえんだろうな。だ、花、甘い花。あれ何だろう。花。あれ何？サルビア？ちょっと待って、ツツジか？ちょっと調べていいか？俺よくね、花食ってたんだよ。考えることが。ああ、これだ！これだ！すぐ出てくるってことは、おめえらも食ってたんだな、気持ち悪い。お前ら、きっしょ？花食ってたのか？友達いなかったんかよ。おめえら、ツツジ食ってたのか？マジ引くわ。これこれ、食ってたわ。じゃあ、あとさ、なんか、赤い実。赤い実、ヘビイチゴか、あれ。食ってたわ。ヘビイチゴ食ってたわよ。なんか子供ってさ、恐ろしいよね。何を言ってるんだって思わない、今思えば。でもさ、みんなもあったはずなんだよ。仰天。あの時の俺ってなんでこんなことしちゃったの？みたいな。あるでしょ？正直な話。あるよね。一番、たちの悪い悪さ教えてよ。一番たちの悪い悪さ。俺が一番たち悪い悪さは、学校中の男の子全員引き連れて、俺、生徒会長、児童会長やってたんだけど、おい、お前ら行くぞっつってて、田んぼ中のカエルを殺すって遊びしてたの。口から、鉛筆をズサーって出して、これが人の強さっつって殺してたのね。俺、金瀬健次郎みたいな感じで、学校ではみんな、お年寄りを大事にした方がいいから、地域のお年寄りを、うちの学校に、呼んで、さつまいもを食べましょうって。昼の顔。夜の顔、俺は、田んぼに行き、おばら行くぞって、田んぼでカエルを殺す。二重人格だった、俺は。そういうのくれ、おめえらの。兄貴って言われてたからな。そう、中学校になったらフグを殺してた。お前ら行くぞって。口な、最悪なのさ。自分でさ、まとまって作ってさ、そこの真ん中くり抜いて、フグの顔出して、おい、これだよ、ロケット花火、あんなの口の中に入れたのが、口の中に入れたやつが勝ちだーっつって、生きてるフグがバカーって打ち上げた瞬間に、ペルーっつってさ、フグの口にさ、スポーンって入ってさ、バーンって。俺その頃、俺中学校の頃、フリーザと同じぐらいの悪だったからね。それぐらいのエピソードくれ。でね、そのフグがさ、爆発するときに、フグって皮が硬くて、バーンって爆発せずに、ボンって、なんていうの？よくさ、体がゴムの敵が、口に爆弾入れたけど、ボンってさ、体の中で処理する、シーンあるじゃん。あれと同じで、ボンって。一瞬気が膨らむんだけど、フグの。ボンって。うわ、すげえ、こいつら爆弾体の中で処理してるぞ、爆弾処理班って呼べみたいな感じでさ。お前ら知らねえだろ、フグは爆弾処理官で。うち、遊ぶ相手がいなくてさ、ようみんなとやってたわ。バッタの足とかさ、今思えば最悪じゃない？チキチキバッタってすげえでけえバッタ入ってんけど、その足もいで、あ、ノアの箱舟だよ、これ。おい、みんなで乗っていくべっつって。やるよな、ノアの箱舟。やろうぜ、今度オフ会で。ちょうど船みたいな格好になってさ、その時の顔がね、なんとも虚しい顔してるってさ、今じゃ絶対できないけど、すげえ、俺は一体何をしているんだって顔してるんだよ。あれって人間が持ってるさ、
猫とか犬とかって獲物捕まえたら、なんていうの、遊んで殺すのね。本当に。虎とかさ、虎とかってさ、自分より速いやつ相手にしてるからさ、一発で殺しに行くじゃん。でも猫とか犬とかってさ、手の上で殺して、遊んで殺すの。よく、うちの花ちゃんとかも、ジャーキーとかパッとあげると、なんか甘噛みしてペッて吐いて、わーっと追っかけて、手でぐちゃぐちゃぐちゃってやってから食べたりするんだけど、それと近い何かがあると思うんだよね。本当に。あれ今思えばさ、あの感情が、どん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 大きくなってったら、多分小動物になって、人殺してるんだなって。まあ、チンパンジーとかもそうじゃん。人間って持ってると思うんだよ。そういうの。やっぱ虫って本当に、かわいそうで、人間だっつら、これ俺がさ、猫とか犬殺してたんだっつったら多分今すげえ引いてると思うんだけどさ、虫いいよなって、お前らも同罪だからな、別に。お前らも、生き物の命に、あれだからな、今優劣をつけてるからな。俺はちなみにつけてた。虫と猫だったらやっぱ猫は殺せなかった。虫けらっていう言葉がある通りさ、人の恐ろしさだよな。本当に。人の恐ろしさだよね。無意識にみんなも今ハッと気づいただろ。俺にもあるんだ、この感情が、つって。いや、もう猫っていうかね、俺ネズミからアウトだな。哺乳類は絶対殺せなかったわ。だからもう、これ、ちゃんと教育しよう。自分の子供に。多分さ、いや、生きてる地球上の生物はみんな命は平等なんだよって言っても、いやいや、お母さんと。いや、アリが死んでも悲しまないじゃんと思うじゃん。だからちゃんと言おう。殺すなら虫にしようって言って。じゃあお父さんと一緒に今からバッタ殺しに行こうって言って、そうしよう。うん。真実をやっぱ伝えていった方がいいと思うんだよ。